はい、おはようございます。永田です。さて、本日のバブはライトニングガンダムフルバーニアンということで、まあ、この機体はね、ご存知前々作のバツーですかね。まあ、その時にやらかして度重なる下方を受けて弱くなって、でそのまま次回作の黒部もね、まあ、一応なんか多少メスが入って微妙に仕様変更がなされたんですが、まあ、特にこうキャラパ的に強くなるわけでもなく、まあ、ずっと特にアップでも来ないまま弱いまんまからの今作オバブになってから、なんだろうね、おとなしく謹慎して罪を償ってたのが多少認められたのかは知りませんが、今作ねちょい強なんすよ、いろいろと強化が入って。まあ、だから今日はねそこら辺喋っていきつつ実況やっていこうかなといった感じっすね。まあ、とりあえずねこの機体本当に根本からいろいろと変えられてるんで、ちょっと長くなるかもしれん。さて、そんなわけでまず最初はメインのハイビームライフル。これはバツーで出てきたばっかは2連射だったんだけど、そこから、まあ、無理やり弱くするために、まあ、弾数8発常時リロで、まあ、1発切り、まあ、連射ができないいわゆる普通のビームライフル形式になってからの今作はね、弾数が3発最大3連射可能の打ち切りリロードになったということで、まあ、ちょっと形は違うが元のコンセプトに戻ってきた感じですね。まあそんなわけだから、まあ、ミサイルだったり変形メインだったりね、まあ、何でもいいや、適当にかすらせたらメインを連射するだけでダウンが取れる、非常に便利。でもそれと同時に新しい弱点というか、まあ、気をつけなきゃいけないことがあって、まあマックス弾数が3発なんでね、意外と息切れするところがある。まあ、いろんな武装で追い回して、じゃあ最終的にメインで取ったろうと思ったら、まあ、弾数がなかったりだとか、あとは普通のビームライフル感覚でね、適当に1発2発残しとかしてると、なんか当てた後の追撃とかで、まあ、強制弾まで持っていけなかったりだとか、まあ、そこら辺の弾数管理は新しくやらなくちゃいけないといったところか。でもう一個はサブのミサイル関連ですね。これは共通、 MS 形態変形形態どちらとも当たったら強よろけに戻ってきましたと。これでも変にダウンさせて、わめっちゃ安いみたいなことがなくなったわけですね。で戦術したメインの調整も合わせて、何か当てた後追撃もしやすくなって、リターンも回収しやすくなったといった感じです。でさらにもう一個注目ポイントが前格闘ですね。まあ、前作格闘 CS が前格闘になりました、というかバツーの頃に戻ったって感じっすね。あの超優秀な初段性能を持つ格闘がまた振りやすくなったと。まあ前が拡張だからね、振りやすい振りにくいのそういう話じゃなかったってのもあるんだけども、だけどその代わりに初段の補正がねめちゃくちゃ悪くされてて、だから例えば前角一発当ててからの NN 後ろ派生だとか、ブー角とかね、なんか火力出そうな格闘につなげても170ちょっと超えるかぐらい、どう頑張ってもね格技とか入れないと200超えないような、そういう調整になってるんで、まあゲーム的には非常にお行儀のいい調整って感じっすね。当てやすい代わりにリスクは低いよみたいな。まあだけどこのゲーム当てやすいぜ、しかもリターン最高に返ってくる、脳汁ブシャーみたいな武装がはびこってるんでね、まあ、なんとも言えないんですが、まあまあまあいい調整でしょう。で最後にオバブのライトニング最大の調整点が新規技格闘 CS トライバーニング呼び出し。これは結構知ってる人いると思うんだけど、非覚醒時に出すと床を叩いて火柱ボーンの波動裂迫をやってくれるんだけど、これが進化を発揮するのは覚醒中1回切りファイナルバースト火の鳥になって敵にドーンとぶつかってくれるやつに変化して、まあ今作こういうのありがちよね。で例によって誘導も良くて、であと見た目通り判定もクソでかいんでね、突撃見てからステップとかで、まあ、流星誇張弦とかは避けれるんだけど、これはもうお構いなしに判定で無理やり当てて引いていくみたいな、まあ、そういうのもね結構起こるんで、いやーやっぱこういうご褒美技いいね。まあ、ライトニングなんて特に、まあ、ずっと真顔でね、まあ、弾を流し続ける機体なんで、覚醒中一回パチンコやっていいよみたいな武装出てきたらそりゃ嬉しいに決まってるでしょう。正直ね、俺ここ最近も配信とかでご褒美が返ってくる機体しか乗ってないような気がするから、もうこういうの出されちゃったらね、にっこりってなっちゃうよね。歯茎向いちゃっていいっすか。まあそんなわけで、いろいろと射撃武装がまともになった、プラスもともとね、まあ、変形ムーブは強かったんで、まあそういったあれで今作ちょい強のライトニングガンダムフルバーニアン、実況やっていきましょうか。よろしくお願いします。
さて壁際、まずは狙撃を当ててからガンプラ同士が睨み合っているが、さあダブルオスカイ、敵のダイバーシュートに気をつけながら、ここは前格闘から NN 後ろ派生トライオン3への再現技でフィニッシュだ。今のも前格初段から入ったから170ちょいしか減ってないんだよな。まあこの機体、まあ、ダメージは置いといて、いや本当は置いちゃいけないんだけど、格闘がねどれもこれもかっこいいし再現技が多いからね、そういった観点から見てもね使ってておもろいんですよね。さあそんなわけでまた似たようなところでダブルオスカイと睨み合ってるが、いいですねヘガテイが援護してくれたが、それを生かすことができなかった。まあ一旦安定をとって敵のダイバーシュートはしっかり見てからお祈りのドッスンも通っていく。いいですね、明日はいいことありそうだ。さあミサイル当てて相方とクロスを取って、これはロングライフル空食らうよなってところで、さあ前角ともう一回当ててから、しかしここは受け身を取られてしまって、さすがにそれは見えてるのでミサイルしっかり当てていくと。さあまずは3000コスト1回落として相方が C 角入ってくれて、あでもこっち全然ね食らってないのでかなり余裕な状況。さあ再びダブルオスカイと見合っていく感じか、ダイバーシュート食らってしまったがどうせ前角振るんだろうな。そっからブー角見せたいもん全部見せる、これめちゃくちゃかっこいいよな。最後はしっかりと CS で締めて多少なりともダメージを稼いでいくからの、おお撃て火の鳥ファイナルバーストあざますからの C 角受け身取られるが、ここはさらに噛み合わせていく、メガ式へのカウンターでフィニッシュだ。かなりのダメージを稼いだ。いいな、真面目にやりつつ歯茎も出していいタイミングが明確にある。まるで俺のために作られた調整されたモビルスーツじゃないか。さあダブルオスカイ残りミリではあるが、まあライフリもコスオーバーしてるんでね、そっち見なければならないが、浮かされてしまってシールドブーメランこすられてからの、さあ相方に行くかと思いきやこちらとの疑似対マンが続けられる。まあ、どっかで前角を当てたいが普通に迎撃されてしまって、ちょっと相方がまずい状態になってる。ここまで気持ちよくなって負けるのは NG、 ちゃんと着地見計らって狙撃を当てていく。この狙撃もね前作2発あったんだけど、今作1発になってダメージが10上がって120になったってのをウィキに書いてありました。実際に測ってはないです。はい、じゃあ次見ていきましょうかね。だらしないビームから遠距離でレールガン食らってしまったが私は元気です。まあ、とりあえずまだしっかりねやる時です。この機体ね弾がちょっと強くなったんで狙撃しっかり当てつつ、まあなんとかね、まあ、変形メイン、まあ今更ではあるんだけど、この機体もちろん変形とモビルスーツ形態の弾両方ねガンガン回していかないとすぐ息切れしちゃうんで、まあ、そこら辺ねしっかり使っていきたい。変形ミサイル当ててから特殊のゲロビも当てて、いいですね。 N サブ結構自信に来なんですよね。自分結構いい誘導してくれるので、まあ、要所要所で使っていきたい。さあライフリにサブ投げられるがしっかりと、おおなんか連射のメインのいいところが出たな。さあ相方を助けてあげたいが変形メインがなんか地味に下手くそ。さあここはしっかりシールドしてからなんか大変なことになっている。相方が C 角で抜けてからライジングフリーダム一人劇場を食らってしまったが、まあ、ギリギリで覚醒が溜まった感じか。さあメインからサブは当たらなかったが、あ楽しい時間いいっすか。火の鳥黎明編お願いします、よろしくお願いします。さあ出してからドゴーンと、いいですね、ナイス判定のデカさ。ギリギリ削りきれなかったのはちょいと悔しいが、まああとは私自らの手でやろうじゃないか。というか目の前バウンドドッグもミリなので、まあ早いとこね2体ミリを回収したい。お相方がライフリーやってくれた、ネットリ変形で追い詰めてから連携ですね、いいですね。さあライフリー格闘ねじ込まれてしまったが、まあまあ休めといったところで相方がちょい減り、まあ、ここで相方ちょい減りはねまずみちゃんなのでギリギリ落ちなかったのがあまり良くなかったが、まあ後々相方と一緒に、まあ、バーストクロスクロスバーストどっちだっけ、まあ、本番までには覚えておきます。まあそれやってもう一回使うみたいな、そんな計画を立てつつバウンドドッグが、まあ、コスオーバーしてるんでそちらに狙いを定めてバーストを吐いていく。こっちには火の鳥があるわけだ。カバーリング測れるがメインからファイナルバースト、さらに覚醒技も仕込んでいる。隙を生じぬ三段構えからのここは置き攻めの構え、前角との判定やばすぎるぜ。この範囲は本物、バウンドドッグ落として終了です。はい、じゃあラストもお付き合いください。敵の編成がカラミティガンダムとアースリーガンダムですね。ここは無理やり狙撃を当てていく、いいですね。さあ変形してから、まあお互い変形あるんでね、曲げ打ちどっちが先に当たるか否かみたいなところはありますが、ここは永田印のめちゃくちゃ手堅い方法で
敵を追い詰めていく、まあ、なんだかんだ3連射メインいいですね。お、メインが一発余ってしまってるので早めに吐いておきたい。気づけ永田作。あ、気づいてるわ、偉い。さあ、ちゃんとそちらに行きました。通信も送りながら、今度、おお、なんか破裂した。ジンか。まあカラミティが減ってるんでね、早いところやっておきたいが、アースリーの狙撃を吐かせてからでもいいでしょう。ジュピターブになったが、スキュラ部分が当たってしまった。一番痛いとこじゃねえか。しかしジュピターブに壁際追い詰められるかと思ったが、なかなか微妙な、すごいね、荒れな位置で攻防があるが、ここは後ろ特殊ハイビームライフルの勝者でカラミディガンダム落としつつ、ジュピターブはね、非常に追うのがめんどくさいので、まあ、そんなに積極的には追わず、さあ敵のシルビブー角はちゃんと見つつ、あ、もうダメだなと思ったら、まあ、最低限ね、盾をして 10% カットをやっておくと、まあ、ここは抜けず、相方と一緒にバーストクロスで C 角貯めてーなーみたいな感じですね。相方が吐くより先にこっちが吐いて、しかし相方が合わせてくれたので、あざ、とりあえずやっておく火の鳥復活編。さあ相方がどんどん格闘を当ててるので、こちらはその援護といったところか。さあアースリー、狙撃はかわされるというか盾されてしまったが、まあ、ちゃんとブースト少ないのを見てメインからミサイルでダウンを取っておく。さらにアースリー落としつつ、さらに連携クロスを取ってカラミティにダメージを与えていく。非常にいい感じ。まあ、順落ち避けるために下がったが、相方がカラミティを落としてくれて終了です。はい、というわけで以上がオバブのライトニングガンダムフルバーニアンの視点でした。最初はね、なんかちょっと弾が強くなったらしいから使うかぐらいのあれだったんだけど、思ったより面白かったな。いいな、ゲーム側から歯茎向いてもいいよみたいな、しかもローリスク、幸せだね。ちょっと思った以上に実況もニコニコになっちまいました。はい、というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の永田にもご期待ください。